天上天下唯我独尊。代々伝わる送電の術式のメリットは取説があること。デメリットは術式の情報が漏れやすいこと。あんた全員家の人間だろう。無下限呪術のことはよく知ってるわけだ。だがこれは五条家の中でもごく一部の人間しか知らない。 順天と反転、それぞれの無限を衝突させることで生成される仮想の質量を押し出す挙式紫。